こんにちは、札幌占い美容師、相馬氏の元です。まあちょっとね、このシリーズめちゃくちゃ多いんですけど、まずね、また1分30秒で今度はレイヤーのボブに変えていきたいなと思います。今度またちょっと違う切り方できるんですけど、まあベースがちょっともうできちゃってるんで、この状態から切る方法です。はい、で今回使うのはこちらブランド3セニングっていうのがあって、ちょっとこのセニング使います。でこのブランド3セニングっていうのは、まあ、3回リニューアルしてんで3ってつけてるんですけど、結構いろんなところでね使います。で今回はコーム使うんですけど、コーム2丁使います。はい、まあ、あまり2丁コーム使って切る人いないと思うんですけど、まあ、こういう切り方もあるんだぞっていうことで、レイヤーのボブのカットをしていきたいと思います。はい、まずじゃあやってみようかな。はい、まあ、ちょっと今もうアイロン入っちゃった、さっきボブに切ったんで、ちょっとこれをね修正していくようなレイヤーボブに変えていきたいと思います。ちょっと引っかかんのが嫌だなこれ。1分30秒でレイヤーボブを切ります。まずレングスを落ちる位置でカットしますね。はい、これで、はい、落ちる位置、くせ毛をね切るときっていうのは根元をコーミングしちゃうと結構ダメで、でここね上の2ブロックラインをコームで取ります。ここに、はい、レイヤーを入れていきます。これ適当に切ってそうですけど、ちゃんと計算して展開図が僕の頭の中でできております。はい、このような感じでレイヤーね、リフトしながら入れていく感じです。ウィッグが引っかかっちゃうんですよね、これ。で前髪切ります。前髪はチョップで、前髪すみません、背中を見せる感じになっちゃうんですけど、このような感じにレイヤーボブが切れます。はい、でこれねちゃんとレイヤーボブ切れたかっていうのを、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、はい、切れたでしょうか。上の方にちょっとレイヤーが入ったボブなんですけれども、というふうなふんわりしたボブですね。はい、こうふんわりしたボブをこんな感じです。こういう感じのふんわりしたボブをちょっと切ってみました。はい、で、じゃあ実際どうなってんのかっていうのをちょっと見せます。引っかかっちゃうんだよな。この子。はい、このような感じで。で先ほどよりもちょっとここがグラデーションが入ってるんですね。少しバックが、はい、若干グラデーションがバック入って、切れてる感じです。こんな感じ。はい、これちょっとね長さ合ってるんですけど、これカットじゃない、アイロンの入れ方の違いです。このぐらいのこうちょっとレイヤー入った感じになります。これ本当に調整してないからね、調整しちゃうと嘘になっちゃうんで、だこういう風な感じで、バングもちょっとバラバラにして、ちょっとこういうような前髪短い感じのちょっとウルフのボブ、ウルフじゃないか、ちょっとレイヤーのボブにちょっとこの辺を切ってみたんですけど、どうでしょうか。はい、
こんな感じに、ちょっとやってみました。はい。